ヤギさん入られます。よろしくお願いします。ところからスタートします。世界のワンパチアジテージを監修したのはここでメロンの方で塩キャラメルが、最後は香りを確かめてます。せーの、はい、はい、準備しておいてください。はい、行きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。塩キャラメルです。だったら、まあ、こんばんは、一旦消しといて、はい、やっていきますよ。はい、カット。カット。いいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。はいはい。あじきさん入られます。よろしくお願いします。あじきさん入ります。で今これ2つ分けてあるんですけど、半分にしてもらって、でここは満足のものができたっていう、ちょっと今でも、うん、厳しい表情からチェックしたら、うん、満足みたいな顔で瞬間に。満足な表情を浮かべてるっていう。はい、じゃあやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、キャンプラまた決めに行きましょうか。はい、行きます。はい、行きます。よーい、はい、ありがとう。はい、チェックします。はい、キャンプラ。はい、カット。はい、カット。カット。チェックします。では行きます。せーの、はい。せーの、はい。はい、カット。素晴らしい。24回します。24です。スイーツパンでパンパン。はい、カット。キャメラ。また。では行きます。Ready and action。スイーツパンでパンパン。はい、カット。カット。チェックします。はい。はい、行きます。オンリー。オンリー。もう一回行きます。はい。それでは。以上になります。ヤギさん、ジキさん、ありがとうございました。そうですね、あの安食裕二シェフが監修されたパンなんですけど、あの本当にどれも美味しくて、あの私も一口食べた時すごいびっくりしちゃったので、その美味しさとあの驚き、一口目の驚きみたいなのをこううまく表現することをちょっと頑張ったかなと思ってるんですけど、 CM の見どころとしては、あの実際にその安食裕二シェフが今回 CM に出られてるので、そこが私見どころかなと思ってます。
食べてるカットもこう3つ商品があるように3つ私がこう出てくるんですけど、それぞれにこの驚きを強めたりとか、あの美味しくてこうなんかハッピーみたいなのを強めたりとか、もうとろけちゃうみたいなのをこう強めたりとか、それぞれちょっとずつ表情とか言い方が変わってると思うので、そこに注目していただけたら嬉しいです。そうですね、最近あのお仕事もあって、あの滋賀の実家にこう関西に帰ったんですけど、その時にあの滋賀の割とこう田舎の方に行ったら街灯が全然なくて、でパッとこう上を見たらすごい星が綺麗で、星空が広がっていて、それが最近一番わー贅沢したなって思う出来事ですかね。東京は東京で夜景綺麗だなとか思うんですけど、でもやっぱなんかあのその分こう滋賀は夜景とかが東京より少ない分、星空がすごい綺麗だなと思って感動しました。私はちょけることですかねなんかちょけるってこう関西でこうふざけるとかちょっと遊び心のあるようなイメージなんですけど、私こうついあのしっかりやらなきゃと思って、あのなんだろう、逆にこの自分のパフォーマンスよりこううまく出し切れなかったなとかいいのかなと思って、あ今日もうちょっとできたかなと思うことがたまにあって、で意外と何も考えてなかったりとか、ちょっと元のお調子者なとこが出てる時に今の良かったねとか監督に言ってもらうことが多くて、なので自分とちょけることを掛け合わせたら最高のものが出来上がるんじゃないかなと。で普段あんまり緊張しない方が自分はいいタイプかなと思っていて、元が緊張しいなので緊張しないように努めてますはい、そうですね、私一番最初にあのグラフィックのこのポスターのファッションの撮影をさせてもらった時に、まだ事務所のオーディションに受かってすぐの時で、ポージングとかのこの練習もしたことがなくて、本当に何もわからないまま現場に行ってしまって、その時にあのもうずっと言われたポーズでこう固まったまま風を吹かしてもらい撮影したのがすごい印象に残ってますね。今はそうですね、前よりは動けるようになりましたねはい、もちろんです、あの安食さんの実際にこの作られるスイーツケーキを食べさせていただいたことがあって、もう本当に美味しくて、なんか特にクリームがすっごい濃厚で滑らかで、でもあのくどくなくて、でこう生地までもふわふわで美味しかったりして、なんか私はケーキに2ついただいたんですけど、どれもすっごい美味しくて心に残ってます。いや美味しすぎてびっくりしちゃいましたあの撮影の前にこの一口食べさせていただいたんですけど、もうびっくりしすぎてわーとか言っちゃうぐらい本当に美味しくて、で私安食さんのそのケーキを食べさせていただいて、やっぱり自分はこのクリームが特にすっごい美味しいなって印象に残ってたんですけど、今回このクリームが入った商品が3つ並んでるんですけど、それがこう再現されてるというか、安食さんのこのクリームの繊細さが表現されててとっても美味しくて、で何よりそれがこのファミリーマートで手軽にこう気軽に買えて、でさらにコンビニ価格で買えるっていうのにすっごいびっくりして、あの裏でもメイクさんとか皆さんですごい美味しいねって言って、ちょっとついパクパク食べちゃいました。あとそのファミリーマートさんもこのすごい試行錯誤して安食さんのこの味に近づけられたっていうことをお聞きしたので、でも納得の美味しさ味わいだと思うので、ぜひ皆さんにも食べてもらいたいですね。そうですね、やっぱりあのちっちゃい頃にトリックオアトリートって言ってあのなんか例えば英会話の教室みたいな習い事とかでちょっとハロウィンのイベントとかあったりして、その時にこう先生がお菓子をこう配ってくれたりして、そういうのにみんなでトリックオアトリートって言ってお菓子もらいに行ったのが一番印象に残ってますね。大人になってからはなかなかそこまでこう仮装してっていうのがなくって、でもそれこそあの例えばこのファミリーマートさんの商品とかでちょっとなんかいつもハロウィンを感じる商品とかが出てたりして、それをこう楽しみながらこう目で見て、あハロウィンだなっていう大人な楽しみ方をしてます。
そうですね、私はドライブの秋にしたいです。運転免許持ってるんですけど、なかなかこう上京して運転する機会とかもなかったりして、でもせっかく免許持ってるからにはドライブしたいなって思うのと、あとこう車に乗ってるのとか自体はすごい好きで、よくこう友達とかに乗せてもらって助手席とか後ろの後部座席でこう乗ってるのだけでもすごい好きなので、今年の秋はぜひドライブをいっぱいしてドライブの秋にしたいですね。ファミマ世界ナンバーワンパティシエ安食裕司が監修したのは、はあ、スイーツパン、パンより贅沢、スイーツより満足、感動スイーツパン誕生。スイーツパンでパンパン。